はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアム 512BB の通常版と発売記念仕様を紹介します。はい、しっかり見ていきます。まず1台目は 512BB の発売記念仕様です。ボディカラーの方はイエローだね。で、少しパッケージで見るより少しオレンジ色っぽいイエローになってます。で、フロントの方を見ていくとこんな感じだね。フェラーリのエンブレムがプリントされてます。さすがトミカプレミアムだね。立体的に表現されてます。で、ボンネットの方を見ていくとこの部分にフェラーリのエンブレムがプリントされてるね。ちょっとイエローだから見づらいかな。で、ヘッドライトはリトラクタブルライトだね。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じだね。リアのこのカウルの部分もしっかり細かく作られてるね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。イエローとブラックのツートンカラーになってて、イエローの部分はダイキャスト製だね。で、このブラックの部分はシャーシと一体型になってるので樹脂製になってます。で、サイドのウインカーの部分もちゃんと塗装されてるね。で、後ろの部分を見ていくとこんな感じだね。マフラーの部分もしっかり作られてるね。で、テールランプの部分は塗装になってます。で、助手席側はこんな感じだね。反対側の運転席側と同じデザインになってます。で、リアのカウルの部分を見ていくとこんな感じだね。すごく細かく複雑に作られてるね。すごく立体感があっていいね。で、よく見てみるとこの部分にもフェラーリってシルバーでプリントされてるんだね。この角度はすごくかっこいいかなと思います。で、今回はタイヤはサスペンションついてないね。で、フロントのリトラクタブルライトの開閉がついてます。かっこいいね。で、このリトラクタブルライトは2段階にこうなるのかな。カチッカチッってなるからこんな感じで半面みたいな感じもできるのかな。で、全開にするとこうかな。いいね。で、アクションはあとカウルの部分だね。この部分をオープンと、こんな感じだね。中を開けてみるとエンジンヘッドの部分もシルバーで塗装されてるんだね。これは90度ぐらいまで開閉するのかな。で、閉める時はこんな感じかな。で、裏の部分はフェラーリのライセンスと 512BB2018 年のシャーシになってます。スケールは61分の1だね。で、もう1台が 512BB の通常版だね。ボディカラーはフェラーリらしくレッドです。で、フロントの部分を見ていくとこんな感じだね。発売記念仕様と形は同じだけど、レッドだとこのフェラーリのエンブレムがはっきり見えるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。で、運転席側はレッドとブラックのツートンカラーだね。で、発売記念仕様のイエローと形は同じだからぐるっと一周見ようかな。リアの部分はこんな感じだね。で、助手席側はこうなってて、カウルの部分はこんな感じだね。やっぱりレッドだとこのフェラーリっていうロゴがはっきり見えるね。で、ヘッドライトは半目でこんな感じかな。全開だね。やっぱりかっこいいね、この辺もね。で、リアのカウルの開閉だね。こんな感じで開閉することができます。内装の方もしっかり作られてるね。左ハンドルでセンターコンソールの部分もしっかりできてるように見えます。やっぱりフェラーリって言ったらレッドかな。すごくこのレッドが似合ってるね。で、今回ちょっと話題になってたのがこのカウルの部分だね。
この部分の開閉があまりうまくいかないっていう人もいたね。このモデルは比較的うまくいってます。であと塗装の部分が若干ムラがあるんだよね。レッドの部分のこの側面はちょっと黒い斑点がついてます。でイエローの方はそうだね、イエローの方も黒い斑点がところどころに見られるね。ちょっと拡大してみるとこの辺かな。でもこういうのはちょっと個体差なのかな。やっぱりイエローは全体的に見ると若干塗装のムラはあるよね。この 512BB じゃなくて他のモデルとかでも比較的このイエローっていうのは塗装のムラが見えてきます。でもこのイエローとレッドのカラーバリエーションは嬉しいね。発売記念仕様の箱はこんな感じだね。この部分にフェラーリのロゴがプリントされてます。でパッケージ自体がレッドなんだね。で側面はこんな感じだね。でフェラーリのライセンスシールが貼られてて裏の方はこんな感じだね。で通常版のパッケージはブラックだね。ブラックの中にフェラーリのレッド、かっこいいね。で側面の部分はこんな感じだね。でここにライセンスシールが貼られてて裏の部分はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムの 512BB 通常版と発売記念仕様を紹介しました。やっぱりトミカプレミアムっていうだけあってフロント周りとかリアの部分とかもしっかり作られててかっこいいね。でアクションの部分はリトラクタブルライトの開閉とリアのカウルの開閉だね。あと左右ドアの開閉とサスペンションまでついたらフルスペックだね。そんな感じになってほしいけどコスト的には合わないかな。でフェラーリのモデルっていうだけあってどこのお店でもすごく人気だったね。冬の寒い時期の早朝を並ばれてこれを手に入れた方は満足度高いんじゃないかな。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。